こんにちは。さあ阪神がアレに向けてのマジックを、はい、現在28と8月18日時点で、はい、まあ、対象が広島ということでね。そうですね、2位の広島と、はい、っていうことなんですけれども、はい、まあ、この動画ではじゃあこのまま阪神が順調にマジックを減らしていってアレするのか、じゃあ過去足踏みしながら向かっていくのかどうなのかというのを豊さんにズバリ分析していただきたいと思います。まあ、対象が広島っていうことになれば、はい、簡単ではないけども、広島もこう故障者とか、はい、つなぎ役、パイプみたいな役目をしてた上本が、はい、ちょっと離脱みたいな形にもなるし、はい、小園も一緒に外れた時があったんだけど、小園はそう大したことないようなね、はい、まあ、そういう情報も得てるし、うん、簡単ではないけども、こっから広島が全勝するわけじゃないからな。そうですね、うん、相手もいることだし、はい、だからそうだな、まあ、阪神ファンが描いてるような、まあ、あっという間に減るっていうことは多分ないと思う。あ、じゃあ徐々に徐々に、うん、徐々に徐々にっていう、その中での例えば大型連敗だったりそういうことはないけれどもっていうことですか。阪神が、はい、このシーズンをこう戦い方を見てて大型連敗をするようなチームではないっていうことは、まあ、分かるよね。かといってじゃあまたあの時みたいに大型連勝、例えば9勝10勝、いやー、こっからの連勝っていうのはやっぱちょっと厳しいかもわからんな。その厳しいっていうのはまずチームの要因としてどういうことが。梅野がいなくなったということ、はい、まあ、それと試行錯誤してるよね。サトテレを使ったり外したりだとか、はい、ノイジーをいっぺんに外したりだとか、うん、でも代わりの人間が、まあ、1試合は良かったけどもなんかこう続かないというかね。まあ小野寺選手を、まあ、そうだね、ありましたけど、ね、はいはい、だから、まあ、この2人にかかってるってやかかってるよね。まあ、佐藤輝明選手とノイジー選手のこっからのってことですよね、うん、こっからの奮起があれば、うん、まあ、マジックの減り方は早いかもわからないけどね。で、あとその梅野選手が離脱した、はい、で、CS には間に合うかもしれないんですかね。まあ、ギリギリ間に合うかどうかっていうところだろうね。どういう折れ方をしてるかちょっとはっきりわからないから、はい、まあ、なんとも言えないけども、うん、坂本がまあしっかりしてるよ、うん、ただ坂本が何かあった時に、はい、これはやっぱ困るだろうなっていうのは思うよね。あの下から、坂田選手と長坂選手2人上げてきて、うん、今3人体制ですけど、はい、そうだね、やっぱり何かあった時にこの2保守で行かなきゃいけないってなるんですね。坂本選手に何かが起きた時、今度、まあ、そうだね、うん、まあ、それと、まあ、一番キャリアというか、はい、まあ、そういうことが求められるポジションだけに、まあ、なかなかやっぱり厳しくなってくると思うけどもね、はい、まあ、だけど守ることさえっていうことを考えれば、まあ、それなりに守ってはくれると思うけども、はい、やっぱ坂本のようにこう安心感があってピッチャーが投げ込んでくるっていうことはないよね。そうです。だから坂本をどううまく使っていくかだよ。ここからフルでいくと思いますか、途中でやっぱり休ませたり。いや、だから基本的にはフルだよね、うん、フルだけど、だけど、まあ、例えばゲームが決まるじゃない、うん、はい、勝ちゲームで外すっていうのはなかなか途中交代っていうのは難しいけど、これはダメだなと思った瞬間にもうスパッと変えて休ませるか温存するか、そういう見極めっていうのもすごく必要かなとは思うけどね。そうですよね。全くでこのまま出ないってことはない、その2保守はシーズン中、まあ、出れないぐらいの坂本がやっぱしっかりできればね、それは心強いよ。まあ、それだけのポテンシャルは持ってるけども、ただやっぱ怪我が多いポジションだからな、ここから何が起こるかわからないっていう危機管理はちゃんとしとかないとダメだよね。あの梅野選手が抜けてから阪神の例えば試合の運び方とかピッチャー陣の配球だったりそういうのってなんか微妙にズレとかって感じたり。いや、感じないけど、坂本にプレッシャーがかかってるっていうのは感じるかな。その中でよくやってるよ坂本は、うん、やってるけども俺しかいないって多分思うはずなんだよ、はい、だからそのプレッシャーはすごく大変なもう重荷にはなってると思う。そうですよね。でもその中でやっぱりよくやってるよバッティングの方も、うん、うん、頑張ってるよ。もともとねバッティングのいい選手というか、まあ、まあそうだね、はい、坂本選手、はいはい、あとは
ピッチャー陣なんですけれども、今下にいる例えば先発ローテ入っていた西勇輝投手だったりとかが、はいはい、今後上がってきそうと、22日の中日戦でもしかすると投げるかも、はい、投げるかもしれないと、ね、うん、であと下にいるのが、まあ、佐伯投手、まあ、腰のちょっと張りというか、そういうところで今一旦下に行ってる、まあ、そうだよね、はい、まあ、西勇輝はほとんど梅野と組んでたんだよ ね、梅ちゃんとバッテリーを、だからそこら辺の呼吸というか、うん、まあ多分まあ大丈夫だと思うけど、坂本だったらね、梅ちゃんがずっと受け続けたピッチャーがどういうパフォーマンスを見せるかどうかだよね、うん、はい、うん、だからまあそこら辺のコンビネーション的なものが合うのか合わないのか、うん、これも重要だと思うけど、はい、まあ、坂本だったらやっぱ合わせていくだろうな、あ、まあそうでしょうね、そうです、それだけの安定感は感じてるから、うん、だからもう何と言ってももう里照とノイジーが打つか打たないか、まあ他はね、まあ近本中野っていうのはもうほっときゃなんとかしてくれるよ、うん、はい、で大山も今年の活躍を見てるとね、もう大丈夫だよ、はい、でなんか困った時に大山が何かしてくれそうな気がする、うん、ただ森下はもう本当によくやってると思うけども、こっからが厳しいから、うん、ここから本当にもっと厳しくなる戦いが続いていくからね、だからそこら辺で疲れないようにとか、はい、まああいつの性格だったら楽しんでやってるからな、はい、まあそう、もう悔しがるしな、でも岡田監督は万が一のことももちろん、例えば森下選手がここから何かあった時のことももちろん想定は、いやもう想定してるよ、ですよね、誰をとか、そら岡田監督は危機管理はしっかりしてるよ、例えば下から誰かをもちろん上げてくる可能性もあるし、ただ今年こういろいろ選手を使いながら良かった時期のことを考えて、新しい人をまたポッと上げてきたりとかすることはないと思う、はい、今年こういろいろ入れ替えをした中でチョイスしてくると思う、例えばじゃあ前の秋選手とかがそこに上がってくるっていうことは、まあ、可能性はあるよ、可能性はある、ただやっぱりここからより厳しい戦いにはなっていくだろうからな、うん、あと中継ぎ陣、和場投手が落ちて下に、その代わりに石井投手が上がってきたりとかっていうのもありますけれども、はいはい、中継ぎ陣に関してはどういうふうに、ここから鞭をまた入れた時にどういう戦いに、ちょっとね、梶谷とかは登板過多になってることは確かなんだよね、はい、でやっぱ厳しいよ、うん、だけどやっぱ目標があるじゃない、しっかりもう見え出してきてるじゃない、マジックが点灯して、もうやっぱここで頑張れないとダメだよね、これ鞭の入れ方ってどう入れるんですか、鞭入れるのはまだ先とは言ってるんですけど、で岡田監督が抗議をしたように、はい、あれが一つの鞭であったりとかもするよね、ああ、うん、でもうやっぱこう戦い方とか見てると厳しい戦い方をしてるよみんな、うん、だから粘り強いもん、はい、なかなか大量点なんか与えないから、だから競ったゲームが多いよね、それと阪神の戦い方っていうのは長い試合時間が長くなる、うん、それだけやっぱこう変えていったりとかもするし、はい、で戦略戦術も相手が考えさせるようにするし、そしたら相手もこうそれに応戦してくるしね、はい、だからどうしても試合時間は長くなってくるんだよ、うん、そこら辺での疲労、はい、まあそういうこともあるしね、うんうん、だけどやっぱ目標があるから、まあ、そんなことは言ってらんないよ、そうですね、中継ぎ陣の今負担というのはまだ大丈夫ですか、まだ大丈夫っていうかもう大丈夫も何もやるしかないから、うん、こっから、うん、そうですね、だから他のチームとは違うんだよ、はい、だからまあ休ませながらとか、ね、まあね、そうやってやってますけど、いやそれでまあ順位がある程度こう確定してくるともう休ませながらとか、はい、CS に向けてちょっと温存するとか、うん、体調を整えさすとか、まあ、いろんな戦い方っていうのはあるだろうけども、まずはやっぱゴールを切らないことには休ませらんないから、そうですよね、あだからこれは厳しいよ、これ勝つって厳しいから、確かに岡田監督は優勝は大体何月ぐらいの下旬、長旬、中旬とかどこでするのが一番ベストって思ってますか、今 M28 出てますけど最短でどっちみちするんだったらギリギリでいいと思ってるんだよ、9月、心情的には早く決めたいよ、うん、ただクライマックスがあるから、はい、よりゲーム感を残しながら優勝して CS に向かいたいよね、あすんなりと早めにしちゃう、早めにしちゃうとこう間が空いちゃうからさ、うん、ただ休ませるっていうことはできるけど、うん、岡田監督はどう考えてるかだよね、そこですよね、うん、ただそれは測れないじゃん、相手もいることだから、はい、こっから28連勝しなきゃいけないかもわかんない、マジックは減らないっつって、
そう、あ、そうですよね、自分たちで28を確実に勝たなきゃいけないっていうふうになってくると、うん、これは厳しいよ。そうですよね、うん、それで疲弊するよ、うん、優勝した後には。その後はバーンと休ませるだろうけども、だけどただゲーム感だけはなくしてほしくないしっていうのが、やっぱクライマックスシリーズっていうのは難しいよね。そうですよね、うん、優勝したらね、あの待ち構えて日数もある、さらにありますから。そう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 、で勢いを持って上がってくるしね、はい、ただそこでファーストステージを上がってきたチームっていうのはエース級は最初から投げてこれないから、はい、だからそういう意味では戦いやすいけど、ね、うん、そうですね、戦いやすいけど、そうだな、まあ頃合いがいいところ9月の中頃とかぐらい、まあここから1ヶ月ちょっと後ぐらいですよね。そうだな、まあそのぐらいで優勝が決まれば、はい、まあいいと思ってるんじゃないですか、うん、ただやっぱりその、まあ、岡田監督も実際に経験されてる、やっぱ2008年のあのゲーム差をひっくり返されたから、やっぱりこうあぐらをかいてたりとか余裕を持ってるとっていうのも経験されてると思うので、いやもうね、うん、岡田監督はあぐらをかくような感じではなくなってるね、うんうん、やっぱ厳しいよ、勝負行くところは総力戦でダーンと惜しげもなく突き込むっていうさ、ね、行く行く、だからゴール切るまでは絶対抜かないよね多分。そうですよね、うん、2位の広島とは7ゲーム差ありまして、うん、大体もうどのチームも35試合前後で切ってきてるので、そうだな、はい、本当にカウントダウンしてきてるっていう感じですね。そうだなやっぱねロードに出てる今、はい、ね、甲子園明け渡してね、で広島から横浜に移動してのゲームだとか、うん、はい、どうしても疲れるよね外が続くと、はい、うん、だからまあそこら辺の体調管理だとか、うん、そういうのをしっかりやらせながら、まあ、戦っていくとは思うけどね。じゃあ、 まあポイントになる選手は豊田さんおっしゃってたように打者だったら佐藤輝明選手とノイジー選手はキーになってくる。それとポイントはね、やっぱこう接戦になるからなかなかできないんだよね。なかなかできないんだけど、これ負けるって思った瞬間からリスクを伴わないことだね。ああ、うん、勝ちにリスクはあっても負けにリスクを背負っちゃダメなんだよ。だから接戦より大量点で勝ったりだとか、うん、まあ、負けるときはもう大量点でいいよっていうような、うん、まあそんな感じだよね。そこに負けにリスクを背負ってしまうとピッチャーの中継ぎ陣の多分負担になってしまうとか、なるなる、今日はお前たち使わないからもう用意もするなっていうような電話がかけれるといいんだけどね。そうですね、その一言、いやそれは一言があると精神的にもスーッと落ち着くのよ。やっぱいつ出るかって言ったらそれだけで負担になるだ。だからそういうことではなくて、勝ってるとき、ね、大勝ちしてるときはしっかり2番手のキャッチャーをポンと出せるような体勢を取っておくとか、はい、で負けてるとき、うん、負けてるときはもうね坂本を休ませるとか、はい、あの大量点とかね、うん、あとは、まあ、出っ張りの選手をちょっと休ませてあげるとか、はい、そういうこともやっていかなきゃいけないだろうね。そうですね、いやでもね、あの本当に岡田監督がな焦ってる様子というのが全く今後もなさそうな気がして、いやないな、焦ってない、じっくりやってるよ。やってますよね。でいい感じに選手に声かけたりとか裏でされてるようなので、うん、なんかね、あれに向かってどんどん進んでいくのかな。まあまあそうだね、うん、ただやっぱり7ゲームっつっても、はい、直接当たって3連敗してしまえば、はい、あっという間に縮まるからね、4になりますから。まあ、そうだね、だからその下に追っての DeNA もやっぱバッティングということを考えるとさ、はい、打ち合いになったらね、はい、引け取らないしな、でピッチャーも、まあ、今永、バウアー、まあ、この2人は鉄板で勝ってくるかもわからないし、はい、あとは浜ちゃんが良くなってきたから、浜口が、ね、だから流れ一勝してから流れが変わってきてるから、そう侮れないよ、はい、なかなかね、うん、だから本当にあの脇を締めて、はい、まあ、ちょっとね、まあ、せっかくここまで来たんだから、うん、頑張らないとね。そうですね、うん、ただ、うん、ただ阪神はクライマックスどこが来てほしいのかっていうこともあるよね、はい、確かに今で行くと広島、DeNA、 その DeNA に 1.5 で巨人がいるので、この3チーム、岡田監督の春先の読みは最終的には巨人が来るんじゃないかとは言ってたけどね。じゃあそれはもう多分今も想定内にはしてあるっていうこと。そうだね、それとやっぱり DeNA に負け越してたから昨年までね、うん、はい、だから DeNA はどうやって勝てるかっていうことをずっと今年のテーマとしてやってきてるから、はい、まあもう苦手意識はないと思うけどね、はい、ここまで来たら、うんうん、だからまあそういうところでどこに勝っていくか、どこが上がってきてほしいか、うん、まあ、そういうこともまあ見てると楽しいよね。
ですね、はい、まあね、なんて言ってもあの将棋も得意とされてる岡田監督なので、まあそうだな、まあ、3手先4手先まで見てるかもわからないね。もしくはもうクライマックスシリーズのこともいろいろ見据えながら動き出してるのかもしれないですし、うん、そうだね、はい、はい、阪神のあれに向かってのちょっとマジックのね減らし方もちょっと見ていきたいなと思います、はい。